こんにちは、ケイスケです。今僕はメトロに乗ってモンパルナスに向かっています。今日久々にモンパルナスの駅にメトロの改札を出て最上階に向かっています。これから TGV に乗って、ボルドの方に向かいます。一時は閑散としていた駅ビル構内ですが、現在はコロナ以前の活気が戻りつつあります。ほぼほぼショッピングモールみたいな感じになっています。モンパルナスの駅ビルの最上階に着きました。ということでホール1に来ました。 TGV に乗るときはこのモンパルナスの駅の一番最上階の方に来ることになります。ここは TGV が停車しているホール1です。ということでホール1の方に着きました。実はまだお昼食べていないので、こちらで何か軽食を取ろうと思っています。出発時刻まではまだもう少し時間があります。フォカッチャがあります。何を食べようか迷いましたが、結局ピザとパンナコッタ、そしてリンゴジュースを頼みました。この白いパンナコッタの上を覆っているのは真っ赤な甘いイチゴのソースです。忙しいお昼時間を過ぎてお店の中は少し落ち着いているようです。しばらくすると食後に頼んだエスプレッソを店員さんが持ってきてくれました。店員さんは親切で、すでに食べ終わっていた紙食器を片付けてくれました。僕はピザを食べましたが、ロベルタはイタリアの小麦粉で作られた様々なパスタの専門店です。そろそろ出発なので発車ホームの番号を確認しに行きます。3番ホーム。 TGV は3番ホームから発車するようです。この向こうですね。 TGV は久しぶりに乗ります。あ、3番こっちだ。結構人が並んでる。すでに改札の前には人々が並んでいます。結構並んでますね。ちゃんと後ろに並んで13号車に。多分これで行くんだと思う。どうも携帯の QR コードにうまく反応しないようです。メルシー。ということで無事に改札を通過することができました。今回僕が乗るのは2等車両13号車です。昔はパリからボルドーまで5時間ぐらいかかっていたらしいんですけど、ある時点から2時間とか2時間半ぐらいで着くようになったようです。ワンちゃん連れて行けるんですね、こっちね。そういえば出発ホームを歩くときってどうして人は早歩きになるんでしょうか。13号車です。13号車なのでこれかな。あ、これだ。ようやく13号車に到着しました。座席番号は71です。で上です、ね、階段を上って2階席に上がります。71番は進行方向に背を向ける席でした。そしてシートはこんな感じです。この車両は左に1人席、右側に2人席という構成です。ご覧の通りスライド式のリクライニングです。こちらはこの端で電源が取れています。 USB も付いています。あとはテーブルが、テーブルを下げると照明がつくようになっています。
出発前の車内アナウンスはこんな感じです。車内アナウンスは英語でも、そしてスペイン語でもと、まあこんな感じです。そろそろ出発ですね。TGV は予定通りモンパルナスを出発しました。ただ本当のことを言うと予定通りでもなかったんです。というのも明日乗るはずだったビアリツ行きの TGV がストの影響で運休になってしまったんです。そこで今晩のうちにボルドーまで行って、明日の朝ボルドーからビアリツに行こうという魂胆です。ボルドーからビアリツまでは約200キロ。電車の本数は多いようですし、もし仮に電車がなくても車を借りればどうにか行けそうだと踏んだんです。今のところご覧のように天候はあまり良くはありません。灰色の空を見たからかもしれませんが、車内もなんとなくひっそりとしています。本当にフランスって広大ですよね。なんとなく見ておこうと食堂車に向かっています。バーがどうなってるのか、まあ、すごい混んでる。どうやら列ができているようです。まあ、買わないのでいいです。脇を通って奥に進んでいきます。食堂車の内部はこんな感じです。思っていた以上に混んでいて人々でにぎわっています。店員さんもとても忙しそうです。そんな中 TGV は順調に進んでいます。携帯の天気予報によると今週はずっとこんな天気だそうです。うっすらですが太陽が出てきました。少し晴れ間も見えています。ボルドーまではあと数十分です。そろそろ到着なので降ります。ボルドーまで結局2時間ぐらいで、パリからボルドーまでは約600キロです。乗ってしまえばあっという間の2時間でした。開きましたね。音がした。ということでボルドーの駅に着きました。2時間ですね。ちょうど2時間ぐらいです。でこれからホテルの方に向かいます。下にくぐってくる。どっちから出る？こっちかな。そこでここだな。
建物の中にいるとちょっと分かりづらいので、まず一旦外に出ます。あ、こんな感じなんだ。ボルドーに到着しました。トラムをして、これからホテルに向かいます。こちらが今出てきたボルドーの駅です。ボルドーのトラムですね。ああいう色の街によって本当電車の色とか変わってくるので面白いですよ。ちょっと渡っちゃいます。これバス乗り場ですね、正面。先ほどまで見えていた晴れ間は隠れてしまいました。こちらが今僕が出てきたボルドーの駅です。とりあえずこの駅の向こう側にホテルあるみたいな、今からそちらの方に向かいます。渡らなきゃいけないですね。これ一旦線路沿いに行って右に曲がる感じですね。ピザ屋さんとカフェかな。バースリーって書いてある。ホテルはここから歩いて10分ぐらいですね。ということでまずホテルに向かっています。ここ渡ってきます。はい、通り過ぎたので大丈夫です。今さっき降りた TGV の上を歩いています。こちらですね、ちょっと古い感じの家がたくさんありますね。実はホテル今この TGV に乗ってる最中に撮ってきました。というのも実際に来れなかったらちょっと予約しても意味がなかったので、ちょっと確実に今はいろいろストがあったりしてうまくいかないことも多いので、まず時間通りに行かないという前提で TGV にちゃんと乗ってですね、 TGV がちゃんと動き出してからホテルの方を予約しました。春っぽい感じの花ですね。この通りっぽいんだけど、これかな、それですね、多分この右側のやつですね。ということで今回僕が明日の朝まで滞在するホテルがこちらです。今 TGV の中で予約したんですけど1泊70ユーロでしたね。かなり、まあ、良心的な値段だと思います。かなりなんかネットの評価が高かったのでいいんだと思うんですよね。自販機がこちらフロントですね。とてもカジュアルな内装です。ちょっと身分証明書を出しますよ。必ず身分証明書を持ってるようにしてます。OK、サマー、はい、マシオク、マシバッジをかざして1回ということですね。これだ。で、またバッジを、これで入れるんだ。じゃあ入ります。え、穴が広いな。なんかベッドが3人分ありますね。僕1人なんですけど、まあいいや。はい、というこんな感じです。ベッドですね。棚とかあって、テレビがあります。ちゃんとドライヤーもありましたね。ちゃんとドライヤーもあります。こんな感じです。カジュアルで清潔感のあるお部屋です。とりあえず今ホテルに荷物を置いて出てきました。ちょっと川沿いに旧市街の方に行ってみようと思っています。この建物ちょっと変わってますね。この近代建築の建物はこの地域の経済文化会館だそうです。この道をまっすぐ行けば市街地の方に出るようです。7時半少し前ぐらいなのでかなり暗くなってきています。この少し目立つ大きな建物はボルドーで成功した酪農家の遺産なんだそうです。
あそこにあれ、そうかな、見えますね、高い建物が。でこちらに正面ですね、門のようなのがあって、とりあえずここを渡っちゃいます。こちらの門の名前はかつて近くにあった造幣局にちなんで付けられたそうです。歴史的建造物に指定されています。結構人多いですね。飲んでますね、さすが。あと3つ目くらいかな、お左に入っていきます。これはカフェ、テラスはほぼ満席です。その先ですかね、左に行くの。本当は直接ビアリッツの方に行きたかったんですが、あのストが始まってしまうとどうなるかわからないので、とりあえずまず近くのボルドーに来てみました。明日の朝ボルドーからビアリッツの方に電車で参ります。まだチケットは買ってません。ここ入ってくんですかね。あ、これっぽいな。これはサンミシェル大聖堂ですね。もう多分閉まってると思いますけど、もう時間が遅いので今日多分ほとんど中に入ることはできないと思います。14世紀から16世紀にかけて建設されたゴシック様式のバシリカです。鐘楼の高さは114メートルで、フランスでは3番目に高いそうです。1846年に歴史的建造物に指定された後、1903年にバシリカとなり、1998年からユネスコの世界遺産に登録されています。あの塔のところはまだ工事してるんですね。もうかなり暗くなってきているので、ちょっと綺麗に撮れないかもしれない。これですね、中世の城壁の入り口、そして旧市庁舎の鐘楼として使われていた建物です。現在は毎月第1日曜日にその鐘の音を聞くことができるそうです。1886年7月に歴史的建造物に指定されています。で、ここを右に曲がると、こちらはボルドー地方の歴史を知ることができる博物館だそうです。もう真っ暗ですね、ほぼ。高さがあるためてっぺんは見えていませんが、この手前に見える高い塔は隣にある大聖堂サンタンドレの鐘楼です。ユネスコの世界遺産にも登録されています。そしてこちらがローマカトリックサンタンドレ大聖堂です。歴史的建造物、そしてユネスコの世界遺産にも登録されています。道路はね、暗いんですよ、こっち。街灯があまりついてないし、ここ左に曲がります。ほんと暗いんだよね、ちょっとひっそりとしてきて。こっちですね。こちらはローマ時代、ボルドー西部の入り口として町の最初の要塞の上に建てられていた門だそうです。カフェは賑わってます。まあ、どこ歩いてるのか全然分かってないんですけど、ここ大通りっぽいので、ここをまっすぐ。どうしよう、僕どっちにしてもご飯食べないといけないので、どっかで食べたいんですが、この通りにあんのかな。脇の小道に入ると暗すぎて、もうほとんどカメラに映ってないので、なるべく明るい通りを歩いていかないと。かなり人が並んで、何か分かんないけど、もういいや、もうお腹が空いてだいぶもう考えられなくなっていたので、とりあえず進みます。大きな建物ですね、これ。ボルドーのコメディ広場にやってきました。立派ですね。こちらは国立ボルドーオペラ座です。あそこに塔が見えますね、中央に。ちょっとあそこまで行ってみます。さっき見えていたのはそれですね。どっから見えたんですか。広場、カンコンスにあるジュゴンダン記念碑です。
かつてフランスで敷かれた恐怖政治の犠牲者を偲んで建てられた石碑で、2011年に歴史的建造物として登録されています。どうもこの先にビストロがあるようなので、ちょっとそこに行ってみようと思います。これひたすらアントルコートという牛肉を食べるお店ですね。すごい人なの、すごいな、うおすごいな、雨降ってきちゃった。ビストロに行きます。傘持ってないんでちょっと急ぎます。ここの下通っていけばいいね。そしたら濡れなくて済むから。少し雨が強くなってきましたね。傘ね、刺すと撮影が難しいので、ちょっとなるべく刺さない。壁沿いを歩きます。雨に濡れないように壁に沿って歩いていたら、バドン、危うくぶつかるところでした。1個目通り越えたあたりですかね。壁沿い歩きます。壁沿いどこだ、このあたりっぽいな。ということで、高評価のレストランで検索したところ、上位に上がったこちらのビストロに入ります。ということで、こちらのお店に入りました。こちらがこのお店のメニューです。まずはグラスで赤ワインをいただきます。店員さんおすすめのボルドーの赤ワインです。アントレは自家製フォアグラのテリーヌです。イチジクのジャムが添えられています。これ美味しそうだ。本当にプラは少し唐辛子を舌先に感じるホタテの料理です。これ美味しそうですね。これ本当に。そしてデセア、おなじみカフェグーモです。今回はエスプレッソにしました。メクシー、メクスボク、アバー。ということでお店を出ます。なんかこの隣に和食屋さんがあって、三つ葉という名前に。隣のお店はなんと和食屋さんでした。店員さん日本人っぽいですね。川の方まで行って、川沿いをまっすぐ行けばホテルに着きます。楽しかったな。でもまずホテルに戻ったら、明日の朝のビアリッツ行きの電車のチケットを買います。ここもなんか建物ありますね。もう暗くて全然わかんない。これあっちだな。知ってる知ってる。知らぬ間にボルドーで最も有名な広場に来ていました。こんな感じの場所です。やっぱ携帯の方が感度がいいですね。カメラが全然違うわ。相変わらず賑わってますけど、めちゃめちゃ人がいますね。こちらは侵略への防御としての門、そして凱旋門と2つの役割を担っていた門だそうです。1883年に歴史的建造物に指定されています。後ろから見るとこんな感じになってます。まあパリでは見ない形ですよね。とりあえず川沿いに来ています。あ、この大きな門はパリに通じる旧街道上にこの町への正式な入り口を示すものだったそうで、そんなこともあって1808年に皇帝がボルドーに到着した際は、これを記念して一時期ナポレオンの門とも呼ばれていたそうです。ということでホテル戻ってきました。
ちょっと困ったことになってしまって、というのも明日このボルドーからビアリッツまで電車で行こうと思ってたんですけど、なんとことごとく電車がすべてキャンセルになってましてあららって感じですね。ということで、今日のお昼の時点ではまだ運休になっていなかったこともあって、少なくとも数本は運行するだろうと思っていたのですが、今回の年金改革法案に対するストで明日の電車はすべて運休になってしまいました。ということで、この続きはまた次回に。明日もいい日になるといいですよね。それではまた。